そっかじゃのこぶでございます。皆さんおはようございます。もうね、今日生まれるんじゃないか明日生まれるんじゃないかって感じで、私の家の方はね、戦々恐々としております。47歳にして初めて子供が生まれるのはどんな心境かというところでございますね。ちょっと私の個人的な余談になりますけども、実はですね、私のまあ、すごくね、仲良くしてくださっていた、まあ、ある方がいるんですけども、この方はね、48歳で初めての娘さんを出産されたんですよ。でその娘さんがすごく頑張ってですね、現在ラストアイドルというね、有名なアイドルチームのもう一員、もうトップクラスの方になっております。すごいなぁと。これね、ちっちゃい女の子の頃から私も見てきまして、それで、広島市内でね、広島ロコドルフェスティバルっていうステージを一緒にお手伝いさせてもらったんですけど、そこに、まあ、こう立たれてからね、本当にこう元気に歌われたりとか踊られたりとかしたところからスタートして、で広島アクターズスクールでね、まあ、実力をつけていろんなところにまたステージ出演した。そしていつの間にかね、テレビで特集されるぐらいのラストアイドルみたいなね、そんなところに行っちゃったということなんですけども、ここからね、私たちは若い女の子でもやっぱりね、自分の求める方向にものすごく大きなエネルギーをつぎ込んできたと。でできないことをできるにしてきたの連続で、普通の人がね、すごく普通を突破してきた例だなと思うんですよ。まあ本当にね、アイドルさんって言っても、これから本当にアイドルさんがね、どのぐらいのポテンシャルを持ってるのかっていうのは非常に明るい話にはならないと思うんですけども、でもそれでもね、やっぱりアイドルグループのトップクラスに入るのっていうのは、身を切る思い、血を見る思いだと思うんですよ。でそういうのをドキュメンタリーで私もこの前ね、見させていただいて、やっぱり感動しましたね。でああいうのを見て、私たちがね、じゃあそのぐらい何かにね、魂を燃やしてきたのかとかね、完全燃焼してきたのかって考えると、私はとても何かを頑張ったりとか努力をしてきたりっていう思い出はないんですよ。本当にボウフラみたいに生きてきて、今日みたいになってますから、本当に恥ずかしいばかりなんですけども、やっぱり人間生きてきて40年50年とやってきてね、これというものがないっていうのは一つの、まあ、罪のような気がしますね。私はだから大罪人ですよ。何もやってこなかった人間としてね、まあ、そういったことを今日お話して、まだね、寝坊してちょっとシャワーも浴びてない状態なんですけども、まあ、非常に教えられたなと思います。自分はね、本当に何を、やってきたのかなと。継続も私できてないですからね。もうアフィリエイトもね、5年ぐらいで辞めてしまってもうしょうもないなと思いますしね。セミナービジネスも3年ぐらいで辞めてしまったりとかね、なんかいろいろと挫折してきて日々のような気がします。挫折というよりも、勝手に自分で線を引いて自分の限界を設けて、はいここまでねって感じで次行くみたいなね。まあなんとも恥ずかしい話ですけども、皆さんはね、本当に私この前もライブで言いましたけども、どなたを見てもですね、私よりもすごい高い能力を持たれてるんですよ。高い魅力を持たれてます。まあ、ですので、私みたいなのはね、すぐに踏み台にして、思い思いの人生を構築できてると思うんですよ。そしてこれからもできると思います。本当にね、もう本当に何回でも言いますけども、私の方がレベル低いですからね、どうしようもない人間ですから。ですので皆さんね、ご自身の力をもっともっとね、発揮する、それだけで、もっともっと素晴らしい人生に向かっていけると思います。さあ、それではですね、昨日も即可塾入塾してくださいまして、本当にありがとうございます。まあ、日々ね、新しい塾生さんをお迎えして本当に嬉しいなと思います。特に先日Facebook ライブでね、1時間ほど久しぶりにやらせていただきましたけども、まあ、あのライブを見てね、今 YouTube にアップロードされてますけども、そのライブ動画を見て、過去の動画も見て、やっぱりこう十分ね、価値のある内容を発信させていただいて、非常に感動したんで入塾したいですっていうお問い合わせがね、逆に10件前後あってですね、これすごいなと。もう久しぶりにね、私YouTube ライブですか、Facebook ライブで1時間ぶっ通しでやりましたけども、ああいうところにね、まあもう本当に正直に答えてますからね、正直にお話してる。やっぱね、正直に人が集まる時代だと思いますよ。かっこよく見せようとかね、なんか、上辺だけ取り繕うとかいうのではなくて、まあ、ノーカット、無編集で自分のね、姿をしっかりとお見せするっていうことがすごく大事なんだなと私は思います。これからも、まあ、できるだけね、正直に腹の底からやっていこうかと思います。もちろん私、うまくいかないこともありますし、100% 全てがね、私は今までもそうですけども、間違いのない選択肢だけを選んできたわけではありません。もっと言ったらね、9割以上の選択肢が私は間違いだったと思ってます。ただ多くの方と多分違うとしたら、間違いを間違いとして認める自己否定論が私にはあるんですよね。
あれはあれで良かったんだとかね、あの失敗があるから今に至るんだってことを全く思わないんですよ。失敗なんて一回もない方がいいと思ってます私は、で多くの方は失敗を繰り返すことによって挑戦すらもう怖くなってしまうんですよね。だから失敗は成功のもととか言いますけども、私はね、成功こそ成功のもとだと思います。うまくいっていい気持ちになって楽しいからこそ次もいけると思うんですよ。だからね、なんか過去のね、なんかつまんない失敗とかね、なんか昔自分は鬱でしたみたいなのを振りかざす気持ちに私は全くならなくて、まあやってる方はいいんですよ、やってる方はいいんですけど、私はネガティブな過去っていうのが多分あったと思いますけど、全部無視ですね、そういうのは。なぜなら時間っていうのは今日この瞬間に生まれて今日この瞬間に死んでいく、この繰り返しだからだと思うんですよ。過去にも未来にも私はね、翻弄されないようなそんな日々を送っていこうかと思います。現在この瞬間、例えば今ライブ放送してますけども、この瞬間時間を共にする方だけ、これが私の真実だと思うんですよ。まあそういう繰り返しでね、これからも生きていこうと思いますね。本当になんかね、もうどうしようもない人間ですけどもね、これからもお付き合いくださいませ。精一杯皆さんに恩返ししていこうかと思います。それでは本日の放送以上です。